はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、マツダブースにやってきました。とりあえずね、端から見ていきますね。いや、歩道デザインということで、もうね、マツダって結構統一されたデザインになってきてましたね。AWD ですね。なので、まあ、4WD、まあ、4輪駆動というタイプになります。こういうとこめっちゃ綺麗なの。いや、サイズ感がねちょうどいいということで、まあ、あの SUV の部類には入るのかな。なかなかねコンパクトに収まっていいデザインだなと思います。では、内装の方を見てみます。お邪魔しますと。おメーターはね、3連メーターで、センターがスピードメーターになってますね。タコメーターもちゃんと完備されてます。最近ね、タコメーターない車多いですもんね。まあ、オートマということで、まあ、ちょっとね、やっぱここ幅広くデザインされてますね。乗った感じね、すごいね、包み込まれるような感じのする、車内ですね。これシートは、まあ、ちょっと布素材といいますか、少し固めの素材ですね。で、マツダコネクト、これでね、コネコネ。あ、ドア周りの質感ええわ。後ろ、後ろね、こんな感じです。これだいぶね、ドライビングポジションで奥にしてます。拳1個分ぐらい入りますね。どうやって、あ、ここで開けるのね。意外と詰めるよ。うん、中意外と広いね。で、結構ね、この辺のデザインがこうせり上がってる感じですね。これなんか指がかかるぐらい、これぐらいなんか出張ってる。で、こっちは色違いかな。お、後ろ開いた。自動で開きます。やっぱね、マツダはこの赤が綺麗ですよね。赤と黒のコントラスト、うん、なかなか高級感も醸し出してますよね。こっちのモデルは、あ、レザーシートになりますね。ぐっと高級感が増した感じ。お邪魔しますと。すごいね、やっぱメーターが綺麗ですね。見やすいです。坊主がね、完備されてるということで、音も良さそうですよね。はい、で、こちらがマツダ3ということで、いやー、なかなかね、マツダってね、すごいエクステリアに、やっぱ鼓動デザインということで、いやー、このなんかすごいセクシーなデザインですよね。エッジが効いてますよね。まあ、こちらセダンタイプということなんですけども、ちょっと内装の方を見てみましょうね。さっきとどれぐらいね差があるんでしょうね。あ、でもちょっと明らかに車高が低い感じする。お邪魔しますと。全然ね、やっぱ車高が低いですね。こっちのがどうでしょうね、スピード感とかがあるような気がしますね、走ってると。内装の質感もね、かなり高いですね。この辺の触った時の、まあ、あんまり手が触れない場所なんですが、それでもね、こうドア周りとかのね、こういった革張りですかね、フェイクレザーですかね、それの質感が結構手にね伝わってきますね。やっぱこれ同じぐらい、やっぱ幅が広いんですね。あ、こんな感じで、うん、HDMI やら USB やらいろいろ完備しますね。結構反応がいいですね。タッチパネルでもあるのか、タッチパネルではない、まあ、あんまりね手がこれ届かないですよね。まあ、実際ね、指紋だらけになっちゃうんでね、タッチパネルはね。ちょっと後部座席も乗ってみます。お邪魔します。あ、後ろいいわ。ゆとりの空間です。結構このレザーがね、ツルツルしてます。ツルツルして、ちょっと滑りそうなぐらいのね、ツルツルしたシートですね。ツルツルシート、これひょっとして。ようできた車やわ。これどうやって開けんのかな、開けれんのかな、開けれんのかな、開けられへんのかな。開けれた、開けれたわ。
まあ、外国ではねこのトランクが結構ついてるのが人気ということで、やっぱ盗難がね、これセキュリティが、トランクがある方が高いということですね。はい、こちらマツダ3のね、ハッチバックタイプと、やっぱこのリアがねかっこいいですよね、ハッチバックタイプってね。ツヤ塗装のこれ黒とね赤で、ツートンカラーになってますね。やっぱねこのボディの湾曲したこの光の輝きが綺麗なんですよね。プレスラインというかね、なんかこうボディ自体がこうちょっとひねられてこう湾曲してるような、のっぺりしてるようでしてないんですよね。いや綺麗だわ。はい、こちらマツダロードスターということで、すごいなんかこのグレッシュなんですね今回のね。ニュートラルカラーといいますか、このフォローもねこのグレーなんですね。硬い、フォロー硬い、内装そんなに変わってないような気もしますけども、すごいねやっぱ今からこのマシンを運転するぞという感じが今乗った瞬間しましたね。すごいねやっぱ広くはないです。で扉がね結構分厚いんですよね。すごい低い、ほんと低い。電気自動車ですよね、マツダ初めての EV ということで。いやこの辺ね、来年販売するのかなこうねデコッパチなデザインですね。はい、正面から見たらこんな感じですね。内装ね見れないですね、これちょっとなんか予約しないと見れない感じでした。ちょっと犬っぽいね、犬っぽい顔してますよねこれもね。っていうか横に置いてる椅子とテーブルがかっこよすぎるわ。他社よりもそんな未来感を意識したようなデザインではないですね。それよりもなんか鼓動デザインをやっぱり守ってるという感じのデザインになりますね。こう観音開きっていうのがねいいですよね。乗り降りがしやすそうです。マツダでねハイブリッドって、いやなんかイメージがねだいぶなかったんですけど、まあ今回新しく出るということで良かったですね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、2019年東京モーターショーマツダブースでした。じゃあね、バーイ。